さて、今日はどうするかな。つまり、こっち側にも水路を持ってくるってわけか。そいつはちょいとばかり。ああ、いや、任しときなって。そのくらいなら朝飯前だ。よし、みんな、作業に入るぞ。よし。次は…ヘクールさーん。どうした、そんなに慌てて。大変なの。人がいっぱい来て。人？だから、とにかく来てください。何をそんなに。人がいっぱい。そうかえ、戦を逃れての。最近他国では戦が絶えないとの噂は耳にするが。数は150人弱。そのほとんどが極度の疲労と飢えによって衰弱しきっていたので、今は食事を与えて休ませています。うん、ご苦労じゃったの。じゃが、あの山並みを越えてくるとはなんと無茶なことを。ねえ村尾さん、一体どうするつもりですかい。これだけの数を受け入れるってんじゃ。受け入れねばなるまいてな。ちょいと待ってくれ。いくらなんでもあんな大人数、150人って言ったらここの奴らより多いじゃないですかい。そりゃあちっと高いもんできた。しかし、これだけの数が増えたらあっという間に干上がっちゃう。そんなことは村尾さんが一番よく知っているでしょうが。ではお主はあの者たちを見捨てろと。そりゃあ戦で家を焼かれ、住む場所を追われ、団長の思いでふるさとを捨て、何人もの腹からの屍を踏み越えながら山並みを越え、ここまでたどり着いたあの者たちを見捨てろというのかい。でもよ。忘れたかい、わしらは助け合わねばならぬということを。助け合うからこそわしらはこの貧しい地で生きていけるのだということを。それにも限度ってもんが。一人二人ならまだしも、ここにはあれだけの人数を養える食料も場所もねえってのに。確かに、食料も住居も足りないのは事実だ。蓄えてある食料もあれだけ人が増えたらすぐに尽きてしまう。現実的に考えれば、この集落であれだけの人数を受け入れることはまず無理だ。だな。だからといって見捨てることはできんだね。こうしたらどうですか。とりあえずあの人たちには疲れが癒えるまでいてもらって、その後で他の集落や都に行ってもらうとか。そいつは無理だろうな。他のところも似たようなもんさ。受け入れてくれるとは思えねえ。現状ではあれだけの人数を受け入れられない。かといって受け入れなければ見殺しにするも同じか。
が食料、いやそれだけの食料を賄うことのできる土地か。白オロヤ。はい。お前さんならこんな時どうするかい。自分なら。そうじゃ、お前さんの意見を聞かせてくれんか。しかしそれはよそ者の自分が口を挟めることじゃ。いいや、すでにお前さんはここの男じゃ。ここにおる皆がそれを認めとる。おいも、あんちゃんの意見を聞いてみて。そうじゃの。うん。あんちゃん、あんちゃんの正直な意見を聞かせてくれねえか。自分が？さあ、聞かせておくれ、お前さんの考えを。お前さんなら、これをどう乗り切るかを。自分ならこれをどう乗り切るか。自分なら。遠慮せんで言うてみ。自分はここのみんなに助けられました。だからこそ同じ境遇であるあの人たちを見捨てたくはありません。しかしここにはあれだけの人を受け入れる余裕がないじゃな。はい。それでも受け入れなければならぬとしたらどうするかい。それでも受け入れるのであれば、受け入れるのであれば、まず集落の拡張と人数分の食料を生産できる土地の確保が必要です。周囲の土地となると今度は傾斜に畑を作ることになりますが、今までの経験から不可能ではないと思います。ですがそれより問題なのは、全て自給できるようになるまでの間の食料です。これだけの人数となると今蓄えてあるだけの食料ではとても足りません。ですから足りない分はよそから購入します。ちょっと待ってくれや。こんな簡単に言ってどこにそんな金があるんだ。自慢じゃねえが、ここにはそんな金も交換できそうなもんも何もねえんだぜ。だから金になりそうなものを作るんですよ。金属なんかがいいと思うんですが、特に鉄なら銅より貴重だから、都に持っていけば高く売れます。そして帰りにその金で食料を仕入れれば。じゃあ無茶言うなって。確かに鉄っつったら高けえけどよ、んなもんどうやって作るってんだ。ああ、鉄の製法くらいなら自分が知ってますよ。純度の高いものを作るには高熱に耐えうる炉やその燃料、他に薬品とかも必要ですが、まあなんとかなるでしょう。なんとかなるって、なんであんちゃんがんなことまで知ってんだ。どっかじゃ作り方すら秘密にされてるって話だぜ。それはそう言われれば、なぜ自分がそんなことを知っている。何細かいこと気にしてんの、柄でもない。
ハックオロがこの状況をどうにかできるって言ってるんだよ。だったらそんなのどうでもいいじゃないかい。んじゃ、頼んだよ、ハクオロ。では、決まりじゃな。ハクオロ、あとは任せたよ。自分がですか？他に誰がおるんじゃ。今までと同じと思えばええ。ちょっと忙しくなるがの。はあ。では、これで3回じゃ。みなご苦労じゃったの。明日からの作業に備えて、今日はゆっくりと休んでおくれ。さて、行くとするか。あの、私、用事があるから。待てよ、まだ返事を聞いてないぜ。今のは話して。俺はこんな辺境の藩主で終わるつもりはねえ。必ず往路にまで上り詰めてやる。そしたらエルル、お前は皇后になるんだ。うまい飯にうまい酒、綺麗な着物を着て毎日遊んで暮らせる。都や宮廷の華やかな暮らしだ。お前が望めばどんな贅沢な暮らしもどんな望みだって叶えてやる。だからエルル、俺と一緒に来い。エルル、なぜだ、何が気に入らねえ。お前はこんな辺境で泥にまみれながら惨めに終わる気なのか。痛い。俺はお前のためを思って言ってんだ。だったらその手を離したらどうだ。お前がしているのはエルルのためじゃない。自分の気持ちを押し付けてるだけだ。またてめえか。一度見逃してやればいい気になりやがって。この俺様にそんな口を聞いて覚悟はできてんだろうな。ワニ、やめて。待ってろエルル、今この男をぶっ殺してやるからな。やめてったら。やあ、ごめん。俺を殺す気か。今首を絞めていなかったか。だから喧嘩はやめてったら。ハクオロさんは病床から起きられるようになったばかりだし、ブアンギだってこの間の腕の怪我まだ治ってないでしょ。へっ、俺の体は他の奴らと違ってやわにはできてねえ。見てな。まさか、あれを叩き折るつもりか。大人の腕ほどもある。しかも生気だぞ。わあ！どうだ、エルル！俺の力はよ！
んでもねえぜ。でも今の何でもねえってよ。騒がしいね。何を騒いでるかい。その声は。おや、ヌワンギかい。ずいぶんと久しぶりじゃな。で、お前はここを出て行って以来かい。ずいぶんと大きくなったの。もう寝小便の癖は治ったかい。人って一度も顔を見せんとはどういう了見だい。うるせえ、黙れよババア。本気で言ったのかい。いや、今のは赤ん坊の頃病弱なあの子に代わって毎日あんたを背負って怪しい。おしめを変え床裏を歌ったわしがバッバッあそうだ、休養を思い出した。まずだエルル。おいてめえ、これだけは言っといてやる。エルルは俺様の女だ。ちょっかいを出すんじゃねえぜ。あの男、もともとここのものなんですか。次がいなくなったとかでの、ポポロを迎える前に連れてかれたのさ。じゃが最近はあまりいい噂を聞かないね。エルル、幼い頃は兄弟のように過ごしてきたんじゃ。姿を見るのは辛いんじゃ。あの男とエルルが。白オロ、お金かえ、白オロ。心臓が逆に鋭鳴するとこだった。何か言ったかい。いえ、別に。それでまだ真っ暗じゃないですか。こんな夜中にどうしたんです。これから出かけるから、お前さんも支度をするんじゃ。出かけるってどこへです。あの子ともう一度会う約束をしたんじゃろ。一緒に行くつもりならとっととしたくせい。
じない。おまじないか。おばあちゃん、どうしたの？起こしてしまったかい。ちょいと白おろと出かけてくるよ。明け方には戻るから、二人は留守番をしてておくれ。出かけるってこんな夜遅く。どうした？何を怒った顔してるんだ。別に怒ってなんかないです。行こう、アルル。行ってらっしゃいませ。てるじゃないか。しかしいいんですか、あのおぼろという男、自分に来てほしくないようでしたが。ええんじゃよ、妹思いは結構じゃが、あれは過保護すぎるって。今のあの子に本当に必要なのは話し相手さね。話し相手というなら、自分よりエルルの方がいいんじゃないですか。年も近いし、何より同じ女の子だ。いずれはの。そういえばあの子、目が。幼い頃発作を起こした時にの、命は取り留めたが光を失ってしもうた。あの子の病は。体中の狼がいがみ合い争う病さね。体の中で狼が争っとるんじゃ。たまったものではないよ。狼が。しかし遅いね。いつまで待たせる気だい。待たせました。やっと来たかい。すみません、手間取りま。あんたは、なんであんたがここにいるんだ。一緒に来る気じゃないだろうな。何か予想通りというか、そこまで邪険にしなくてもな。わしが連れて行くというのじゃ、何か文句があるのかい。ですけど。文句があるのかい。足元に気をつけてください。気をつけなくていいぞ。そのまま谷底へ転落してくれたら手間が省ける。わ、わか
Yuzuha 様。白おろ様。心なしか、この間より顔色が良さそうだ。おまじない、叶いました。ああ、そうだな。ユズハがこの男に。ダメですってば。ユズハ、その男から。なんだ、後ろが騒がしい。何してるんです？こんなところで眠りこけて仕方ないやつじゃの。俺さっさと運び出さんか。はい。わしは茶でも地層になっとる。お前さんはユズハの相手をしとる。はあ。さて、今日は何をしようか。そうだな、ユズハはどんなことが好きだい？好きなこと？ああ、友達と遊んでることとか。友達、友達って何ですか？何って、友達は友達だろう。まさかこの子、友達の意味が。今のあの子に本当に必要なのは話し相手さね。いや、何でもないんだ。そういうことだったのか。友達というのは、そうだな、一緒に遊んだり、一緒に何かに励んだり、普段親しくしてたり、言葉にするとなると結構難しいな。一緒に。お兄様のことですか？いや、普通兄弟は友達とは言わないな。トゥスクル様ですか？トゥスクルさんはあの人ならマブダチじゃよなんて言いそうだが、立場的には友達とは違う。リナ、ホコロは友達ですか？それは誰だい？いつもそばにいてくれる人たちです。もしかして入れ違いにうやうやしく頭を下げていった女性たちか。あの様子からして、多分この子の付き人といったとこか。大
切に思われているみたいだったが、友達と問われたらおそらく違うだろう。オボロのそばにいる少女たち、ドリー、グラといったな。多分あの子たちも同じだ。いくら幼い頃より病に自爆されていたとはいえ、その言葉も知らないとはあまりにも不憫だ。白オロ様は友達ですか？友達ではありませんか？自分が？そう、そうだったな。ああ、友達だ。自分たちは友達だったな。よかった。白オロ様、もっとあの子たちのことを話してほしいです。そうか、うん、そうだな。それでまたエルルーとアルルーの追いかけっこが始まってな。多少色付けしてやるが構わんだろう。それでこの子が喜んでくれるならエルルーも許してくれるはずだ。そうだ、いつか二人に会わせてあげよう。本当ですか？ああ、本当だ。友達になれますか？もちろんだと思う。